はい、こんにちは、山城と申します。まあ、四つ目の方でね、なんかもうタイトルに書いてありますけど、お店の募集ということでございまして、撮影 OK なお店をね、ちょっと募集しますよということでございます。何かというとですね、まあ、今ね、いろんな動画を上げてますけど、ちょっとね、最近ちょっとおだなりになり気味だった、四つ目の方のコーナーね、あれをね、ちょっと本格的にね、もう一回、まあちょっと今、県外移動とかもね、コロナの影響でできませんというのもありますし、で、私は私でですね、結構、本業の方がね、言うてね、結構打撃を受けておりましてですね、私もちょっと、この先がですね、かなり怪しいと、いうことになってますんで、YouTube の方もね、ちょっと本格的にね、ちょっと収益化とかもね、考えながらね、ちょっとやっていかないとまずいなと、いうことになりましたんで、で、何をやろうかというふうになった時にですね、まあ、せっかくだから四日市で中心に、この四日市北西、三重県の北中線ね、のあたりを中心に、いろんなね、お店の紹介とかね、そういうようなのね、できたらなと思います。まあ、結構ね、地元のお店とかも大変なね、時期に入ってますから、まあ、飲食店とか中心にね、いろんなね、何でもいいですよ。ちょっとしたね、なんか、会社の紹介で、人材募集の紹介みたいなね、簡単なやつとかでもね、全然ね、何でもね、パッパッパッとね、やらせてもらえますんで、ということで、まあ、基本的には飲食店とかを中心にやるのかなという形になると思いますよ。ね、まあ、まとめましたけど、こちらですね、地元中心にね、撮影 OK のお店を募集しますということですね。もうね、こんなね、チャンネル数もね、今87年ね、というようなね、感じでございまして、そんなね、有名な YouTuber さんとかでしたらね、お店の紹介とかってなってくると結構、それでね、紹介料とかね、取ったりとかっていうような話になってくるみたいなんですけど、もううちはね、もうこんなんですから、紹介料とかね、コンサルタント料みたいなもんね、いりませんよと。いうことでございますね。もう無料でね、原則無料でできますんで、言ってもらったら、大体この界隈できたら行きますんでっていうこと。まあ、詳細はね、抜ける範囲とかね、ちょっと詳細はまた書いてありますけど、あと、後ほどね、紹介します。で、要はこちらとしては、結構ね、これ撮影とかしてると、今までもいろんなところ結構行ってるんですけどね、結構ね、ちょっと撮影はちょっとやめてください。撮影はお断りですって言って、ちょっと YouTube とかやってるんですけど、紹介させてもらってもいいですかって言うとね、結構ね、断られてるんですよ。いいですよって言ってくれたところはね、結構紹介をさせてもらってますんで、また過去の動画とか見てもらったら、そうですね、結構紹介することもあると思うんですけど、ただね、いざね、結構ね、申し込みとかしてみるとね、まあ、私の場合ね、ふらーっと散歩して歩いてね、その場でね、いいですかって感じで聞いてっていう感じでっていうのもあると思いますけど、結構ね、断られるんです。で、まあ、こんなんですからね、怪しいね、怪しいよっていうね、いうことなのかもしれませんけどね、ただね、そういうことがもうありましたんで、じゃどうしようかなということでね、もうせっかくならね、ね、結構今こういうね、ご時世ですから、結構ね、新しいお客さんに来てほしいなとかね、そういうようなね、ところとかもあると思うんですね。そういったところで、ね、まあ、YouTube でね、動画出していると、その変な話、ここって、全然一見さん、ウェルカムのお店だったんだとかっていうね、分かったりするようなところもあるじゃないですか。ね、逆にね、そういったところの情報発信のね、ツールにもなりますんでね、ぜひね、うちのところ使っていただきたいなというのと、で、うちはそれを紹介したりすることによって、コンテンツが増えるんですね。でコンテンツが増えると、全体的な再生回数の、影響とかにも出てきますんで、それで私もウィンウィンというようなね、感じのビジネスモデルね、考えてますということなんで、うちもね、まあ、特にもう全然少ないですから、お買い得だというふうにアピールしておきます。よろしくお願いしますということで。で、まあ、業種によってはね、私一応これでも飲食でやってましたし、一応ね、主任とかっていう肩書きは持ってやってました。それなりに責任者とか、まあ、あと一応店長やってたこともあるか、ね、肩書きはありましたんで、で、業種によっては、オンエアとかね、遅れこれ、まあ、その場でね、ここってこうやってした方がもっとお店良くなりますよとかっていうふうに言わせてもらうこともあります。かもしれませんし、もうオフでこれね、ここはちょっと直しといた方がいいよ、みたいなね、感じでね、言わせてもらうような、ね、まあ、よっぽどなことがなければ多分言わないと思いますけど、例えばね、結構多いのがね、新しくお弁当を始めたお店ね、この飲食の、不況の兼ね合いで、お弁当始めたところ多いじゃないですか。でね、新しくお弁当始めたところがね、唐揚げ弁当出してるんですけどね、下に敷物敷いてないとかってあるんですよね。あれ、よく冷えたパスタ、ホカベン屋さんとかに載ってるじゃないですか。あれね、唐揚げの下に、
サービスで引いてるんじゃなくて、あれね、引かないといけないんですよね。あの引かないことによって、あの揚げたてのね、あの油とかがあの下に落ちてね、それでね、容器を溶かしてしまったりするとね、そのと容器が溶けた状態でお客様に提供すると、一発の保健所アウト食らいますっていうやつの対策なんです。なんでわざわざ冷めたパスタ入れてるんですよとか、そういったところとかね、結構ね、あそれあの入れないとまずいですよって話すると、そうだったんですかっていうことありますんでね、あのそういったような、ね、感じのところとかもやります。ただまああのプロのコンサルタントではないので、これはあの法務的にどれが OK どれがダメなのかっていうのを責任持っては言えませんので、確かこれでこういうはずですよとかね、いうぐらいだとは思います。まあアドバイス程度だと思ってもらったらいいかなと思いますが、まあ一応それなりには一般の方にもできるかなと思いますので、一応そういうアピールしておきます。まあ一応それなりの年数、足掛け6、7年飲食関係やってるかな、ですからね、っていうことですね。一応食品衛生責任者とか防火管理の講習もね、一応取ってましたんでね、一応ここにも防火管理法の本とか置いてありますけどね、そのあたりとかはあのそれ一般のね素人の方よりは多少そのアドバイスできることもあるかもしれませんね、っていうことで、まあね、お気軽にやってもらったらいいかなと思います。あもちろんあのもう一切そういうのなしで、もうおだてまくってくれって言ったらおだてまくりますね。もうそれはお任せください。あのそれはもうあのご依頼者様のね、あのクライアント様のね、ご希望に、ね、沿ってね、いろいろとね、入れらせてもらいますんで、ね、ということです。で、あとはね、これはスーパーマーケットとかね、あと、その私がやってた業種っていうのはね、スーパーマーケットもやってましたよ。で、外食ね、ビュッフェスタイルがメインでしたけど、やってましたから、この辺り結構詳しい。ゲームショップもやってましたけど、まあ、ここはどういう需要があるのかわからない。唐揚げボックスはね、長いことやってましたし、店長もやってましたんでね、まあ、ここで飲食の提供もやってましたからね。っていうので、これまあ、カラオケボックスの兼ね合いで防火管理とかも取ってるというところがありますので、あとは郵便関連ねやってましたんで、例えば事務的なところのね、あのシームレスにする方法とかね、あの結構あの郵便のお得な、ね、使い方とかそういうのをね、まあそこがこの動画にどれくらい影響があるのか分かりませんけど、まあそれとつけると YouTube でね、いろいろお得な情報とか発信していこうと思いますんで、そっちも見てもらったらなと思いますけど、まあ一応このあたりができますんで、そのあたりとかで結構、いいアドバイスお客様の方にできるんじゃないかなというふうにアピールさせてもらいます。で、カバー地域ですね、まあこういう風にさせてもらいました。ちょっとね、私もね、ちょっと車がね、昔みたいにね、どこにでも出かけますよという風にね、ちょっと行かなくなりましたんで、こういう風にさせてもらってます。まず四日市市ね、市で言うと四日市、鈴鹿、桑名、津、いなべ、亀山までのこの中北部ね、で、対応させてもらおうと思います。また松阪とかはね、大相談いただきましたが、まあ一応三重県のね、まあ伊勢とか島のあたりから北やったらね、滝とかから北とかね、でしたらある程度ちょっと大相談でね、動かしてもらいますけど、まあここもね、近場でしたらそんなね、移動代も何も下手くでもね、かかりませんので、私のご近所ですんでね、それでね、ぜひ対応させてもらいます。あとね、小物町ね、三重郡ね、小物町、川越町、旭町と、いなべ郡の東院町、あと、小穴郡、木曽崎町まではね、一応対応ね、させてもらいますんでね、ぜひね、なんか、この地域の方でね、ちょっとね、なんかちょっとお店の紹介してほしいなとかね、ちょっと売り上げ測りたいなとかっていうね、お店とかね、あとはまあ、それこそ人材募集で、ちょっと会社の紹介動画みたいなの作ってくださいよとかね、なんでもね、言ってください。お気軽に対応させてもらいますんで、はい、っていうことですね。ね、ただ、ちょっとこれだけ、すみません。私も一応本業でね、フルタイムで働いてますんで、本業の都合によって、ちょっとご都合やね、ちょっとご要望を添えない場合がございますと。ね、どうしてもちょっと時間の都合が合わなくてね、ちょっと取材に伺えなかったりとかね、営業時間の都合でとか。あとは、まあ、なるべくね、対応します。ちょっと夜勤とかにも入って、交代制なんで、ある程度ね、昼間とかでも対応は、できることはできますんで、そのあたりとかね、やっていきたいと思います。で、問い合わせ先なんですけど、まあ、これだけちょっとご了承くださいということです。で、問い合わせ先なんですけど、ツイッターのね、アトマーク、山寮っていう風にしてね、山寮 YouTube、大祭典編 YouTuber ってやってます。で、そっちの方で、アクセスいただいて、まあ、フォロー入れてくれたら、もう今の段階でしたら全然、すぐにフォロー返してね、DM できるようになってますんで、DM 送っていただいてもいいですし、あとはね、チャンネルの概要欄
チャンネルのボタンを、ね、ポチッとしてもらうと概要欄があって詳細ってところをねガーって見てると、メールアドレスあのビジネスの、お問い合わせをこちらみたいなね、欄が、作ってあるはずなんで、もうこの動画が上がるときは作ってあるはずなんで、そこからメールで問い合わせをいただきますと、あの私の方に直接メール届きますんで、ぜひそちらの方でね、あの一声まずあの本当にあのこどこどこ町でねあのこういうお店やってるんですけど、ちょっとあの紹介してくれませんかとかで、ね、あの紹介されてもいいぞぐらいのね上から目線で全然構いませんので、私も全然下から目線でうちのチャンネルから、ね、10万人とかね100万人いるチャンネルだったらね、おー紹介したるぜっていうところですけどね。80人ですからね、もうぜひあのコンテンツで、あのためにちょっと紹介させてくださいということでね、あの全然仕立てでございますので、ぜひね、あのよろしくお願いしますということでね、ぜひね、あのご一報お待ちしております。あの全然お気軽にね、応募いただければと思います。ということでね、とりあえずこの動画はね以上で締めさせていただきたいと思います。で、あのコンテンツが来るまでね、そういったご依頼とかが来るまではね、比較的ちょっと中取りが増えるかと思いますけど、これはまたちょっと別の機会で、紹介させてもらいます。まあ私もこの後、今から20本取りさせてもらいますんでね、よろしくお願いいたします。ということでね、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。